風光明媚な自然と独自の文化で多くの美術家を魅了したフランスブルターニュ地方、その魅力に迫ります。ブルターニュ地方は大西洋に面したフランス北西部のブルターニュ半島一帯を指します。ブルターニュの光と風がいよいよ福島県立美術館で始まります。ブルターニュにある古い歴史を持つカンペール美術館から特に質の高いコレクションがまとまって来日する貴重な機会となっております。大きな号数の大画面の作品がかなり出品されているんですけれども、それらが放つ迫力は会場でしか味わえない大きな見どころの一つとなっております。絵画作品を通してブルターニュの歴史、自然、文化というものを追体験できて、まるで絵を通して旅行気分を味わっているような展覧会かと思います。19世紀から20世紀にかけてのフランスの美術史も本展の構成を通して学べる機会となっております。こちらはブルターニュの海岸地域で農作業に従事する女性たちを力強く描き出した作品です。特に第一章のアルフレッド・ギーはかなり大きな作品が今回出品されているので、それらの作品が放つ迫力っていうのは、まあ、本展において見逃せない見どころの一つとなっています。広大な海と大地、そしてブルターニュの文化が多くの芸術家たちを魅了しました。そのブルターニュの光景を前に芸術家たちが味わった感動をぜひ皆様に体験していただきたいです。